ですあんたたちーあた私ね、プロポーズしたことあるの。3回プロポーズして、4回断られたの。なんか1回多くない断られるの1回多くないそんな、ポップでキッチュなお話です。アンド若気のいたりっていうのかしらね、プロポーズしたことあるのよ。いや、若気じゃないわ。<laughs> あの時35とか超えてたね、余裕で。ま、あ言うてもね、ま、あ言うても、私ほら、元男じゃないですか。元男から女に変わって。 ですよね。初めて見る人にも丁寧にお伝えするね。私ね、もともと男だったんです。イエーイ。アンドまあね、あの40年以上生きてるとね。本当にね。いろんな経験するんですよね。恋愛に関してあの思い出深いエピソードというのはですね。今日お話しする3回プロポーズして4回断られるっていうお話ですね。このタイトルからして面白いじゃないですか？アンド <laughs> 学生時代の恋でめちゃめちゃ大失恋したことがあるんですよ。20代前半の時ですね。もうほん大失恋で私ね思うんですけども、大失恋も。糧に してて生きいいこうみたいななんか風潮あるじゃななないいいいいいいでですすか世の中ににには本当にねね失失恋恋っっってしなくててててしししくくと思うう誰もぐらい失恋って痛いですよ、ね、あれが何かの糧になったかって言われるとね、あの、無理やり糧にしてきた感はあるけど、ああいう辛い思いはもう二度としなくていいなっていう風に今でもやっぱりちょっと思いますね。まあ、この動画を見ている人たちも、私と大体同じぐらいの年齢の人が多いと思うんですけれども、どうですか失恋しましたか大失恋しましたかどうですかその後の人生どうなりましたか私ね、結構ね、やさぐれた。 あのね、心からね、何かを信じるとかっていうことがね、一時期なくなりましたね。おそらく、20代後半から30、5過ぎぐらいまではそんな感じでしたね。純粋な気持ちを忘れたの、私は。なんて言うのかしら。歌を忘れたカナリアみたいな私は、歌を忘れたカナリー。恋愛に関してはですね、その大失恋をして以降は、なんか、もらうもらうばっかり、だったんですよ。 もう欲しい欲しいみたいな。とにかく愛情をくれって。愛情を。 かけて失うこといって自分がその分愛情をあげてたかっていうとね、そこは疑問なんですよね。ただただ自分が愛情を欲しかっただけ。欲しい欲しい成人だったんですね。ちょうどね、あの、女性になったっていう時期にも重なって、なんかもう恋愛というものは、その男性からそういった愛情をもらうものなんだな、それが恋愛なんだなってなんか思い続けたなんですね。当時はとにかく男受けということにすごく気を使ってましたね。男受け万歳みたいな。 みたいな。一例であげれば、その、エビちゃん OL ですよ。エビちゃん OL。モテカワ、みたいな。<laughs> <laughs> そういう男受けを意識したワンピースを着たり、もうメイクもバッチリ。すぐ近所にあるコンビニに行くだけでも、1時間近くかけてメイクして行ってたからね。ちょっとおかしくないです。コンビニに行くだけですよ。狂気でしょ。狂気を感じるわ、本当に。誰も見てないっつーの、私のね、そんな、私がたとえすっぴんだろうが何だろうがね、そのコンビニの客はね、ああ、あの人すっぴんだなんて思わないわけじゃないですか。でもね、私はね、そこで何があるかわからない。どんな男に会うかわからないと思い込んでたんですよね。本当にね、あの、そんなとこで出会うなんてね、 もう少女漫画の世界ですよなんか <laughs> 遅刻しちゃうってこうパンを加えながら走って角でアンってぶつかってそれが愛しの王子様だったりするわけですよそんな確率で誰か王子様が現れるんじゃないかなって思い込んでました約10年間アンドでもねあのある時ねすごくすごく人を傷つけたことがあってそしてかつ自分自身もすごく傷ついたことがあったんですよ そういう終わり方をしたことがあったんですね。まあ、詳しくはいつか言うかもしれないけども。そういう恋愛の終わり方をしたことがあって、そこでね、私ね、はっと気づいたんですよ。は、あ私このままじゃ絶対幸せになられへん。あかん。こんなんじゃあかんで。なんかだから、次に付き合う人は、そういった気を引くとか、欲しい欲しいっていう、そういう恋愛じゃなくて、ぶつかっていこうと思って。好きだったら、本当に好きだっていう気持ちのままぶつかっていこうと思ったんですね。35過ぎて。<laughs> 遅くないです <laughs>。 あったなななんかな <laughs> 例えば、メールが来ても、少し返事を返さなかったりとか、そういった小手先のあ、あれ、あるじゃないですか。今でも、ね、反乱してるじゃないですか。そういう方法が。なんかちょっと気を持たせるための一つのテクニックみたいな。そういうのが、やっぱり未だにあるじゃないですか。そういうのをね、私もね、小坂しいながらね、駆使してたんですよ。<laughs> 生意気じゃないです。生意気じゃないです、なんか。<laughs> でもね、 ああいうのはね、ちょっとね、もちろんその、ね、男性の本能である追いかける修正を利用してとかっていうのもわかるんですよ。わかるんだけども、自分自身の成長には全く繋がらなかったですね。そういったテクニックは。浅ましくなるだけでしたね。大してね、モテもしないくせにですよ。そんなテクニックだけ上手になってね。そんなことしてたらね、あっという間に年を食うんです私みたいに。そして、迎える35オーバー。はぁ、あ。 私、何やってたんだろうってね、旗と気づくわけですよ。だんだんね、相手もされなくなってくるわけじゃないですか。35も超えてくるとね、年齢聞いただけでね、逃げ出していくような人たちばっかりなんですよもうもう特にね、日本の風潮ではね、35超えたら何だって、何やらが腐るとかって、高田久美さんが言ってましたよね。 まあ何ですか何ですか ?35 以上は応募しちゃいけない会社も結構あるみたいですね。表だっては言わないけど。まあ<度> !29 から31っていうのも結構大きな壁でしたけども、私にとっては35から36っていうのがすごく大きな壁でしたね。39から40も大きかったですよ。でもね、35から36、六あたりがね、一番ね、きつかった私は。すっげえ若作りしてたしね。若作り、若作りですよ。本当に。インハイソックス履いてましたからね。ん <laughs> なことはある <laughs>。はい、どうぞ。 こういうことをね、してたんですよ、本当に。もうね、ちょっとね、やばいですよね。もうね、こうなってくると。年齢に抗ってんのか、もう、なんか。 わかんなくなってきますよ。何と、何と戦ってるんだお前はみたいなね。話は戻して、その、相手も自分も傷つくような別れ方をしたんですね。こりゃいかんと思って私、こんな人、こんな人間じゃいかんと思って、今度付き合うときには、本当の私で、本当の私、デビューみたいな感じで、ちょっとやっていこうと思ったんですね。そこで反省したんです、本当に。アンドそれでですね、知り合いました。ある男性。ある男性と知り合ったんですね。 これがですね、あのね、結構ね、訳ありだったんですよ、いろいろと。あの、いろんな家庭の事情を持っていらっしゃる方で、すごく大変だったんですよね。あの、その人自身はね。私にとってはね、まあ、そういった事情はあっても、な、全然良かったんです。そういったね、純粋な気持ちが出てきたんですよ。ようやく、10年ぐらい眠ってたんですけども、<laughs> もう事情なんて何でもいいわ、みたいな。それでも一緒にいたいからいいわ、みたいな感じだったんですよね。純じゃないです。純、はたる。純、はたる。 はたる、じゅん、子供がまだ食べてんでしょうかアンドま、35も超えてるわけじゃないですか。そして、戸籍も女性に変わってると。あのね、結婚っていうものをね、してみたかったの。結婚。だからね、あの、そういった気持ちがあるっていうことを相手にも隠さずに、私は結婚がしたいんじゃーって言ってたんです。それは素直な気持ちだからね。もちろん家庭の事情が大変だっていうことは知ってたけども、分かった。そこは、私も一緒になんとかするから、結婚しよう。一回、二回言ったんですよ。今は無理って言われたんですよね。 そうか。今は無理かと思って。今は無理か。じゃあいつならいけるんだろうってね。あのー、思ってたんですけれども。もう出し惜しみせず素直に行こう。大好き、大好き、大好きなの。だから結婚して。結婚しようよ。みたいなことをね。でもね、これがね、ダメだったかもしれないんですよ。結婚しようって言われたら男って引くもんじゃないですか。そんな例はね。 たくさん見てきたの、私も周りで。結婚しようって言われて引いてる男たくさん見てきたの。特に私なんてね、元男じゃないですか。元男と結婚って何だろうみたいな感じでね、その子もね、きっと思ったんだと思うんですよ。でも当時の私はね、なんかそこはね、なんか頭いなかったんですよ。好きだったら結婚しようよでもね、男気はあったよ。何があろうと私がちょっと何とかするよって言って。大変な事情があっても私が何とかするよって言って。だから結婚しようみたいな。 <laughs> なんだそれ脅迫かよみたいな感じですよね今考えるとね。なんか、自分がすごく悪いような気がしてきた。アンその人と一緒にいた時間っていうのはね、めちゃくちゃ素直にいろんなことを頑張りましたね。好きだったら好きという、会おうと努力をする、何か見返りを求めることなく、全身全霊で、それが相手のためかどうかわからないけども、せっかく恋愛するんだったら、好きでいる時間だけは、素直に頑張ろうと思ったんですよね。そんな時間が続いて、やっぱりね、その相手の人も、 こののっぴきならない状況になってきたんですよ、だんだんと。その家庭の事情があるからね、やっぱりね。それでね、また家でこんなことがあったんだって言われた時に、私は最後のプロポーズをしようと思ったんですね、そこで。はっきりと覚えてますよ。あの、東京の街でね、一緒にこう夜歩いててですね、実はこんなことが家であったってこう言われて、ここで私、 ちゃんと言おうと思って、もう一回、その、プロポーズしようと思って。それでダメだったら、もう私諦めよう、一瞬で決めたんですよ。そういう風なタイミングが来たんだなと思って。晴れ来たこれ来たと思って。すごく元気なさそうにね、なんか、また問題があったっていう風に言ったから、その彼が。私はそこでね、最後のプロポーズだと思って。4回目です4回目のプロポーズ。あのさ、私と、って言ったところで、あ、ごめん、無理やわ。<laughs> 食い気味に、食い気味に来たわ、食い気味に。私と結婚しようの結婚まで言わせなかったもんね。結婚言わせなかったもん。ごめん、無理やわ。てね、食い気味、食い気味にね、来た。来たな。<laughs> 私3回プロポーズしたけど、4回目しようとしたら、向こうから逆に断られたっていうね。無理だわ。3回しかプロポーズしてないのに、4回断られたんですね。どうしてだろうそれでね、 よし、わかったと。私もうそこで決めたんですよ。よし、わかった。別れようって言って <laughs>。そこで決めて、お別れを決めて。私はもう全部やったっていう、もうやりきった感があったんですね。そ、そこで。なぜかもう、逆にすがすがしい気分になったんですよ。それで断られたことによって。ごめん、無理。あ、そう、うマジ。あ、無理よね。あ、わかった。うん。じゃあ私、身引くわ。ごめんね、今までしつこくしてごめんね。いや、そういう意味じゃない。そういう意味じゃない。あの、それでも一緒にいたいけどって言ったんですけど、彼は。 でも私の中ではもう、パーンってなったんですよ。パーンってなって。<laughs> もういいわー。こういう気持ちわからないですかね、女の子たち。ないですかそういった瞬間は。なかったですか今まで。<laughs> 私はね、その時が最初で最後でしたね。あんなに綺麗に別れたことはなかった。私の中で。それまでは、付き合ってる時に出し惜しみする割には、めちゃくちゃすがってたんですよ、別れる時に。いやいや、別れたくない。<laughs> 一人になりたくない。いやいや、いやいや。でもそのすがるっていう声もね、 なんか考えたら、めちゃくちゃ勝手ですよね。恋愛中に出し惜しみしといて、それで結局別れるってなったら、いやいや、いやいや、いやいやね、いやいやね、みたいなね。うん、それはすごい勝手だなと思って。だから次の恋愛は、自分の全部を出して、後悔しないように、と思ってたんですよ。そしたら、本当に後悔しなくて、うん、じゃあね、バイバイって感じでお別れしたんですよ。本当に。 その時の恋愛を自分の中では東京ラブストーリーの赤なリカみたいだと思ってます。<laughs> あのね、ブサイクな赤なリカ。<laughs> あの、東京ラブストーリー見てましたか私と同世代だったらきっとほとんど見てたよね。あれってね、私名作だと思うんです。赤なリカっていうね、主人公がね、すんごい天真爛漫で、でも自分の気持ちを絶対隠さないの。でも最終的には、小田裕二さん演じるカンチは、もともと好きだった女の子の方に行っちゃうんだけども、リカちゃんはね、それが分かっててもね、とてもけなげにけなげにね、カンチにね、気持ちをぶつけるんですよ。 そんな私でありたいと私も思ったのね。あの、話はそれでね、その人と、もう本当に、じゃあね、バイバイ私やりきったからみたいな感じでね、お別れできたんですよ、本当に。やっぱりね、相手はそ、結婚まで望んでなかったんですよ。もしかしたら、家の問題に巻き込むのも嫌だったのかもしれないし、もしかしたら、ニューハーフである私と結婚するのが嫌だったのかもしれない。それはね、ちょっとわからないですよ。うん、でもね、はっきり言えるのは、3回プロポーズして、4回断られたっていうのはね、もう結婚はないっていうことです。 ないんですもん。そこまでプロポーズしてダメっていうことはね、ダメなんですよ、もうってお別れして、あ明日から何しよっかなっていう風にね、晴れ晴れとした気分でしたね。付き合ってる時はいっぱい悩んだし、相手もやっぱりいっぱい悩んだだろうけども、それで出した答えが自分の腑に落ちてたなら、こんなすがすがしい気持ちになるんだなって、本当にいい経験をしました。そしてね、それからね、まあ、ほどなくして、今のね、夫ちゃんに出会うんですけどね。運命って不思議ですよね。でもね、それはまたね、別のお話。あんたたちー 見てアンド